はい、東京投資クラブの山口と申します。今日はですね、僕の物件でですね、自然死っていう感じで、物件ですね、なってしまったんで、その現状ですね、見に来ました。中身はですね、こんな感じになっております。まずですね、部屋が、こんな感じですね。亡くなられたのはここっすね、ここで亡くなられたっていう感じなんで、全部ですね、部屋は綺麗な状態、綺麗っていうよりかね、綺麗ではないんですけれども、虫もいないですし、綺麗な状態になってるんじゃないかなって思います。この中もですね、結構汚れはありますね、やっぱり。タバコの匂いが結構します。こういう感じですね。ちょっとヤニがね、結構ついてるんで、これも綺麗にね、取んなきゃいけないかなって。で、この扉なんかはですね、ここスリガーズなんかそうなんですけど、扉はもう、ここが、ガラスがですね、ガラスが、取れちゃってるんで、もうここはドアはもう交換っていう形になるんじゃないかなって思います。ガラスですね、このガラスもここですね、これも交換という感じで、なかなかね、やっぱりすごい状態か、すごい状態かなって思います。網戸もですね、これも張り替えですね、全部っていう感じで、ちょっとここは電気がついてない、この中でちょっと電気ついてないんですけれども、比較的ね、いい状態かなって思いますんで、全体的にですね、頑張っていこうかなっていう感じですね。現状ですね、保証会社さんからリフォーム代はですね、70万程度、出ましたんで、そのリフォーム代を使って、じゃあ、どう補修していくかっていう感じになります、なると思いますんで、頑張っていこうかなって思います。入居者さんはですね、どのくらいかな、5年ぐらい、住んでいただいたんで、本当にご冥福をお祈りするとともにですね、この原状回復作業がですね、何か事故死とか、自然死になった方に、向けて何かいい、なんとかな、アドバイスになっていただければと思って、動画を撮ってます。いいと思いましたら、ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。